どうも、キー先回まず、おいしょ、キーバ。酢味噌。ごくごくのだというわけでですね、今回まずラビット、雑学シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しい、ミスター関を呼んでおります。うわぁ、先生、ヤガミス飛ばせ、カードのゲーム落としちゃった。まあの人か。どうした。今回の雑学シリーズはレッドブルウォッカなどを代表するエナジードリンクとアルコールを割ったカクテル、これを飲むとどうなるのか、最新の研究で予想外な事実が判明したので、というわけでですね、今回そのレッドブルウォッカの危険性について触れていきたいと思います。レッドブルウォッカを代表するエナジードリンクとアルコールを割ったカクテルは味も飲みやすく、多くの飲食店やクラブ、ライブハウスなどで提供されていることから多くの若者の間で飲まれてるのね。俺でっけえか。かっこよくねえよね。そして集中力をアップさせるエナジードリンクと反対に、集中力を低下させるアルコールを割って同時に摂取したらどちらが勝つのか、お互いに打ち消し合うのかという疑問を思い浮かべる人もいるかもしれないけども、最新の研究によってそれが明らかとなり、それも予想外の結果となったのね。セキさんちょうどこれ持ってきました。おおおお、レッドブルとセキさん混ぜたらどうなる。情熱セキさん帰ってくれよ。そして今年2024年にイギリスカリアリ大学の研究チームが発表した最新の研究によれば、エナジードリンクとアルコールを混ぜたカクテルを飲むと一定の期間脳機能がアップし、その後脳に永久的な障害を与える可能性があることが判明したのよ。この研究ではラットを使って、思春期にエナジードリンクやアルコール、この2つを混ぜたカクテルを飲んだら脳にどのような影響を与えるのかということが調べられたのね。研究チームは生後28日から37日のラットを普通の水を飲むグループ、 20% のエタノール水溶液を飲むグループ、レッドブルを飲むグループ、レッドブルとアルコールをブレンドしたカクテルを飲むグループという4つのグループに分け、計6回のドリンク投与が行われたのね。生後28日から37日のラットは人間でいうところの児童期に相当し、その後思春期、青年期、成人期へと成長していくにつれて、どのような変化をもたらすのかが調べられたのね。すると、レッドブルとアルコールのカクテルを飲んだラットには脳機能が向上するという現象が見られたのよ。その理由はシナプスの可塑性が増加したことによるものであると結論付けられたのね。むくってなるよね。都合中カクテルだ。シナプスとは神経細胞間のニューロン同士を接続しているもので、シナプスの大きさを変化させることで情報の伝わりやすさを操作しており、これをシナプスの可塑性というのね。ぜひさんね、前の職場で上司の人と一緒に 75% のエタノール消毒液を乾杯したの。おそしたらビーンってなった。泥酔じゃねえか。そしてこのレッドブルのカクテルを飲んだグループのラットは、思春期に入ると記憶を司る海馬という部位でシナプスの可塑性が増加し、学習能力や記憶力にいい変化をもたらしたことが分かったのよ。しかしこのグループは生後60日目、90日目になるとシナプスの可塑性が他のグループよりも減少することが明らかとなったのね。つまりレッドブルのカクテルを摂取すると、若いうちは記憶力を向上させる効果があり、年を取ると永続的に脳機能に障害を与える可能性があるのよ。さらに BDNF、 脳由来神経栄養因子と呼ばれるニューロンの成長やストレスへの耐性などに影響するタンパク質のレベルにどのような変化があるのかについても調べられたのね。その結果、レッドブルのカクテルを飲んだラットは生後40日になると BDNF レベルが上昇し、生後60日の時期に低下する傾向が確認されたのよ。つまりレッドブルのカクテルは認知機能だけでなく、ストレスやメンタルにも大きく影響を与える可能性が示唆されたのよ。だからリセッシュ飲んでる。外側くせえぞ。まだ人での実験は不十分であり、今回の実験と同程度の影響があるのかというのは未知数ではあるけども、エナジードリンクとアルコールの組み合わせたカクテルの危険性というのは長年警告され続けているのね。このようなリスクを知らないままレッドブルウォッカに手を出すと、無自覚のうちに脳を蝕み、未来を棒に振り、悲惨な結末を招く可能性があるのよ。昔ね、俺のじいちゃんにレッドブルと薬用名酒ブレンドした酒飲ました。おそしたら、おおってなって今隔離病棟だ。伊勢の本当の神はエンリルだったことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスとは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には死が